こんばんは。今回は M オセがね、新規転生したので使っていこうかなと思います。ということでどうぞ。はい、で試合の方を見ながら喋っていこうかなと思うんですけど、 M オスの強みは何と言ってもリーダースキルかなと思います。リーダースキルでなんとね、強化解除することができるんですよ。強化というか特殊状態ですよね。もう完全に難易度解除することができるんで、それとアイリスの5点ごとのあれみたいな感じで強制解除なんで、これが結構役立ってくるのかなと思います。初手から出さずに途中からオスクロールを出して解除して、まあ、有利に立っていくみたいなことができるんで、これ強いなと思いました。なのでこれだけでもまあ意外と採用価値はあるのかなと思います。あとは得点時になんかギア所回復とかもともと持ってたんですけど、それがね自分にも乗るようになりました。なのでまあ、それこそ得点力の高いラケットを持たせて回復させてね戦うってこともできるんで、まあ結構戦略の幅が広がったのかなと思います。で、SS を打つ旅じゃなくて得点時なので、まあ仮にスペシャルで点とか取れれば、それで回復するんで、まあその点でも結構使いやすいのかな。まあ逆に言えば得点取れないと一生、まあ一生でもないけど SS でも回復するけど、全然回復しないから、そこはまあ弱点ではあるんですけど、基本的には強いなと思いました。ただ、どうだろうな、まあこれ色メロだけにして、回転重視で戦ってるんですけど、使うなら、イレバンとかがいいのかな。幻想コルネの時みたいに、まあ、エドラケとか、あとはカンナ水産ラケとか、まあ、そこら辺になるんですかね。それの方がやっぱ、スペシャルとのシナジーもいいので、結構いいなぁと思いました。基本的に、スペシャルはね、そんな強くない。直線もそんな速くないし、まあ、キーヌインスタル抜けるかもしれないですけど、基本的には、そんな強くない。まあ、どっちかというとロブとかの方が強いレベルかな。ドロップも弱いからな。まあ、ただこの、スペシャル打った後にアナザーとか打ったけど、後ろ抜いたりとかはできると。まあ、そうですね。できるタクが多いから、まあ、相手が、前にガンガン出てきたら、対処しやすいのは強いとは思います。あと、スペシャル打った後って、あれか、ギミック無効とか剥がれちゃうんですけど、もう一回再展開してくれるんで、そこがでかいのかなと思います。で、これ前出ると後ろ抜かれたりとかね。なので、まあ、使ってて楽しいキャラであることは確かなんですけど、ただ、ガチキャラと対面したらどうなんだろうな。これ以外でもリルテッドでやったんですけど、まあ、リルテッド側は負けることないんじゃないかな。わかんないけど。スクロール、強いは強いけど、楽しいって言うか、なんか、エムルカに近いのかな。エムルカも最強ってわけでもないじゃないですか。ただ使ってると楽しいんで、まあ、その類なのかなーっていう印象ですね。はい。あとは、持った性能で言うと、解除無効とかついたんで、まあ、アイリスの強制解除とか、そういうなんだろうな、SSS キャラの弱点である解除を克服したのは、でかいとは思います。あとは、硬直無効とかがあったりして動きやすいとか、まあ、そういったとこなんですかね。はい、ということで、まあ、基本的にはこんな感じになっちゃうとは思うんですけど、まあ使い方次第なのかなと思いますね。はい、でさっきはリューテッドでやったんですけど、この試合は確かアイリスでやったような気がします。まあその環境キャラとの対面でどうなるかっていうのをまあ楽しみにしていただければと思います。で、このキャラはもともとと一緒で、まあ、弾というか、スペシャルを持ってれば持ってるほど、いろんな耐性を持ってるんですけども、それがなんか結構まとまったのかな。3つ持ってれば空中地面無効で、2つ持ってれば不動と状態上無効で、1つ持ってれば感性と縮小無効ということで、結構モリモリっすね、やってることが。ただ、スペシャル使わないと点が取れないような気はするんだけど、そこら辺がまあ、兼ね合いかな。やっぱ入れ板とか置いて、で、まあ、5インテン取るって感じになるのかな。はい。で、そうですね。スペシャルを打球した回数に応じて、球速と移動速度アップとかもあるんで、球速とかもどこまで上がるんだろうな。10段階つってるけど、どれぐらい速くなるのかが、あれなんですけども。まあそうだな。あんまり打たずに、まあ、ボレーとかするっていうタクもあるのか。でも、これするならスペシャル打たなきゃいけないから、最初のうちはスペシャル打っちゃった方がいいって感じなのかな。はい。で、まあ、そうだな。一応、速度がちょっと速くなったりとかはしたっぽいんですけども。それでも、どうだろうな。ここみたいにちょっと気抜いてればね、取られちゃうかもしれないけど、そんな強いとは思わなかったな、このスペシャル。どうなんだろうな。はい、スライスとか打ったりとかして、はい、スライス、はい、決まる。
このキャラ見切りとか持ってないんでしたっけ。見切り持ってないのか。なんかアイシャといい見切りつけないですね。ガルガとかも見切り持ってないですよね。だからこれは MVP ラケットを持たせろっていう話なのかな。あれが確かなんかサテライトで使えるじゃないですか。なのでまあドロップスと見せかけて、まあ、前に来させてサテライトとかそういう感じになるのかな。ラケット、まあ、結構タクはあると思うんですよ。さっき言った通りあの入れ板使うと強いし、まあ、この人みたいにまあ SS の回転上げてもいいし、まあ、MVP のラケットと思うは面白いかもしれないですね。いろんな使い方ができて、やっぱこういうギア書回復系ってやっぱなんだろうな、選択肢の幅が広がるのでいいっすよね。はい、ということでラストが霞タイミングですね。霞どうやってもやっぱね目立ってるんですよ。やっぱ転生スタイルとかでも相手に改変状態とか食らった時に、まあ、相手の打球を遅くするって効果があったりとか、改変無効を発動させたりとか、ほんと露骨なんですよね。なので、まあ、どんな感じで勝てるかっていうのを最後お届けしようかなと思います。あと話すこと言うと、あ、そうだ、カウンター封印ってのもあるので、そうですね、カウンター、今で言うとアクセラぐらいなんかな。アクセラって反射だけど、反射のくくりでカウンターでもあるので多分封印できると思うんですよ。なのでアクセラもいけたりすんのかな、エレバンとか置いて。そうですね、うん。でここで、はい、食らうんですが、回転とかは食らえませんので、はい、大丈夫です。で遅い球速遅いっすね。そんな取れちゃいますよ。はい、これまた反射きますが、はい、取れます。反射というかまあカウンターですけど、ボレーも遅いな取れちゃうよ、こんなん。で、相手が前に来たなと思ったら、こうやってね、ギア、スペシャルの方で後ろを抜いていくって感じになるのかなと思います。で、あ、これ言い忘れてたわ。そうだ、高い球スマッシュとかもゲットしたんで、そうですね、前出るってことも一応できるようになりました。なので、そこら辺もでかいかな。ダイレクト向こうもあるし、スタミナダメージ向こうもでかいし、ほんとなんか、そうですね、霞対面がかなりやりやすいような性能となってるので、霞に困ってた方はいいのかなと思います。ただ、ここまで言ってこなかったことなんですけど、まあ、スペシャルに良くも悪くも依存してるので、まあ、霞のリーダースキルとか、あとはルカの SS とか、あとはアイリスの3点以上のポイント、条件のやつ、相手が3点取るとってやつで、スペシャル封印食らっちゃうので、それ食らうとめっちゃ弱くなるのが、まあ、弱点ではあります。ただこんな感じで倒せるので、まあ、強いは強いとは思いますね。はい、ということで、まあ、霞に困ってる方は結構いいキャラなのかなと思いました。あとはまあ、割かし、まあ、強いっちゃ強いけど、まあ、とじも言った通りやっぱ楽しいキャラではあるのかな。上位のキャラに勝てるかって言われると、まあ、正直相手の PS 次第にはなるんですけども、まあ、こういう入れ板とか置いてね、遊んでみるのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、そんなとこですかね。はい。ということで、こんな感じで締めようかなと思います。最後まで、ありがとうございました。お疲れ様です。